誰じゃわしを起こすのは無理や無理。明日にせえ明日に。姿を見られたからには生きて返すわけにはいかぬぞ。やるではないか。しかしその程度の強さでは我らが魔王バラモス様には到底かなわぬが。
私の声が聞こえますか？あなたもまた一つ困難を乗り越えました。ですが、気をつけてください。あなたが進む先にはさらなる試練が待ち受けていることでしょう。あなたが向かうべき先は老人と魔法の杖、死者の骨とさまよえる船、大地の剣と火たぎる山。これらの言葉が行く先の手がかりとなるでしょう。どうか祈っています。あなたの旅の無事を。わしが杖を奪われたばかりに、長い間魔物に国を支配されてしまった。このサマンオサを救ってくれたこと、改めて礼を言わせてほしい。そなたが旅を続ける中で何か役に立つ時が来るかもしれぬ。その変化の杖はお主が持って行くがよい。わずかじゃが、礼の品も用意しておいた。そなたの旅の無事を祈っておるぞ。
ハハハ。